コストコさんのトリプルチーズタルト300円引きだった。予定なかったんだけど買っちゃうよね。もうおなじみですね。今回は初めからアレンジして食べたいと思います。これ使う。チーズケーキに合うんかな。これも。こうやってやっていきます。ちょっとね、なんですかね、チーズケーキとホイップは合うと思うんですよね。よいしょ、こうやってやっていきます。300円引きってなんかめっちゃラッキーだった。1200円ぐらいでしょ、ね。よいしょ、こうこうして、こうまし敷き詰めていきます。いちご。まんま。足りん気がする。安心してください、買ってます。ちょっと種類が違うんですけど、でかい。でかいな。重っ。重った。超贅沢。いちごといえば練乳。いただきます。ちょっといちごが食べたい。うまこの美味しさがこのトリプルチーズケーキの上でどう変化するか楽しみです。甘っ。めちゃくちゃ美味しそう。うわ、うまっ。トリプルチーズケーキのチーズの味わいと練乳がたくさんかかったいちごの優しい甘さがめちゃくちゃ合います。ホイップクリームのクリーミーな味わいが全体をまとめてますね。うまい。甘さには割と控えめなんですよ。練乳めっちゃかけたけど感じになってます。
贅沢。重たい。幸せの重みです。いちご2種類あったじゃない、やっぱりちょっとね味わいが変わります。いちごさんの方がちょっとすっきりとした味わいと食感ですね。ゆうべにいちごはしっかりとした強い甘さがあります。食感も若干比べると柔らかい感じがしました。いちごの品種いろいろあるもんね。しかしでかい。
あと半分ぐらいやね。おい、練乳。モテると思うけど、練乳が、
ごちそうさまでした。コストコさんのトリプルチーズケーキでいちごのホールを作りました。大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。小十子でした。ぶりいちご食べた。4パック。いや、それぐらいね、大きいんですよ、チーズケーキが。大満足です。で、またね、練乳がね、仕事しちょりました。あの大きさで300円引きですからね。コスパ最強。